本日は2019年10月19日です。10年前の医学知識、あるいは標準医療は現在の標準医療にあらず、常にアップデートして、正しい医学情報でネットにあふれる医学情報を判断しましょう。本日の質問はですね、2週間前、トイレに行こうと椅子から立ち上がると、 外陰部にズきっと、うん、痛みが走りその後用を足してペーパーで、えー、拭く時に強く痛みましたクリトリトスか入道尿道あたりです下着が擦れても痛く横になってじっとしていると少しましになりますがまた動いたりトイレで拭く時は強く痛みました翌日婦人科で、えー、性病検査や内診を受けましたが異常はありませんでした生理の終わりかけだったのでナプキンに隠れたのかと 思ったのですが、2週間経ったあ今、かなり軽くなりましたが、たまにチクッとするのが怖いです。座っている時など、陰部を圧迫していると痛む気がしますが、検査や内心では異常がなければどうしようもないのでしょうか。えー、そうですね、えー、っと、外陰部の痛み、えー、まず傷や炎症、痛みっていうのは傷や炎症がある体の防衛反応でもそこは触らないようにと。 いうこことで起こってきますねで内診をしてもそういう痛みがないと痛みというか傷跡がない痛みの原因がないという場合にはですねやはり神経痛の可能性があります中の神経が刺激されて痛むということになりますそれを最近では ブルデニアと言われる痛みとして、うん、まあ、時々何も問題がないのに痛むというような症状をブルデニアというふうに挙げております。で、えーっと、治療法としては基本的には何もないのですが、えー 痛みがあれば、それに対する、ま、神経学的な、精神的なアプローチ、あるいは痛み止めというような治療を行って、軽くなるのを待つと。あるいは、ま、それほど痛みがなければ、様子を見るということです。 痛みっていうのは防衛反応ですけども体の中で特化的に起こる痛みもあるので痛みの種類っていうのは非常にたくさんありますね、えーまあ、悩まずに一度ご相談に行かれたら何かあなたにあった痛みの対処法があるかも分かりません、えー、ネットの医学情報っていうのはたくさんあふれてますけども 正しい医学情報で正しい治療を行ってください。それでは概要欄に痛み、ブルデリアの説明も貼っておきます。本日はこれで終わります。